これがこれって、あれ見えてますか？見えてませんか？あれ、これでどうですかね。よしよし、映りましたね。ということで、ここに書いてある通り、これから表示する映像にはドラッグ・オン・ドラグーン3の結末に関する情報が含まれています。ゲーム未プレイな方はゲームをクリアされてから見ることをお勧めいたしますね。それでは開始しちゃいましょうか。世界は分岐している。時間の流れは途絶えることなく、うごめく世界樹のように広がってゆく。大災厄のあの日から始まる、いや、あれがこの世界の終わりだったのかもしれないが、私は記録し続ける。この世界をフォールダウンから救うため。それは一人の少女が率いる軍隊だった。西暦1099年5月8日、封印によって統治される世界。天使の教会と呼ばれる集団が人類を滅ぼそうとしていた。憎悪と復讐に囚われた男、気高い赤き竜。戦乱の中、二人は契約をすることで共に戦うことを選択する。愛に汚れた女。愛に殉じた男。人の思いが、人の願いが、この地に歪みをもたらしてゆく。女は喪失から逃れるために自らの心を壊す。少年は清らかなる世界を求める。男は淫欲の業から逃れることを願う。狂乱の世界はひび割れたガラスのように分岐を繰り返し、さまざまな未来を生み出した。それは祈りのように、それは呪いのように。世界を守るために封印となりし竜、彼は何と戦っていたのだろうか。彼女は何を望んでいたのだろうか。その答えは記録には残されていない。竜の封印から継続した時間軸、18年後の世界。西暦1117年7月19日、崩壊しかかった世界をかろうじて食い止めているのは、封印を保つための新たなる仕組みと5つの鍵による調和だった。希望に満ちた若き戦士、それを導く父なる竜。光り輝く世界の中で
若き魂は新しい世界に羽ばたこうとしていた。だが世界を守るべき封印騎士団が毒の鍵による圧政の上に成り立つことを知るとき、彼の運命は揺らぐ。潔癖に封印を守る女、貪欲に力を求め続ける男、世界の断りに抗う中出会ったのは、歪んだ世界と戦い続ける女、食材を求める女、時代の流れに翻弄されながら、古い時を切り捨てながら、神の名を語る竜と愚かな人々がたどり着いたのは本当の可能性だったのか。この先の分岐は不確定要素が多いため、記録から抹消されている。西暦2003年6月12日、その日、空から降りかかった災厄は人類を滅亡へと導いていった。分岐の多発と多世界化現象の進行、大混乱に陥った人類は肉体を捨てて生き延びることを選択した。世界に残されたのは人の形をした器たち。そのものは世界を憎悪しながらも世界を捨てられなかった。そのものはただひたすらに愛そうとした。そのものは大切なものを守ろうとした。親愛、憎悪、信仰、修具、制約、同国、契約、悲劇、人が人であるため、すべてを投げ打った戦いのため、そして人類は滅亡する。特異点と呼ばれる人物とそれらを中心とした分岐現象は深刻な事態を引き起こした。封鎖処理を行った分岐も増えつつあり、状況は悪化していると言わざるを得ない。西暦999年3月4日、繰り返される歴史の中に再び特異点が現れる。その名前はゼロ。彼女が導く未来は希望か破滅か。以降注意深く観察していく予定である。 M0010E0010SP 記録開始。